マーク24機雷とは、アメリカが第二次世界大戦中に使用した空中投下式でパッシブ音響追尾を行う対戦魚雷である。これは日独の潜水艦に対して投入された。実戦投入は1943年3月、アメリカ海軍では1948年まで使用されていた。およそ4000発の魚雷が生産され、204発を発射。 潜水艦37隻を撃沈18隻以上を損傷させている。この魚雷はイギリスとカナダの部隊にも供給された。見せかけの名であるマーク24機雷は防御用目的で故意に選ばれたもので、この兵器の実態を隠している。標的を追尾可能な魚雷という概念は第一次世界大戦当時から魚雷設計者たちによって研究が進められていた。 この概念が高い興味を持って追求された一方、その実現には音響と海中での電波について、より優れた物理学的な理解と、こうした魚雷を設計し、作り上げられる技術開発を待たねばならなかった。第二次世界大戦中、ドイツの潜水艦には電池で駆動する音響追尾魚雷が搭載された。これらの開発開始は1933年に遡る。 1943年に実戦投入されたファルケ T-4 及びザウンケーニフィティ5魚雷は水上艦艇攻撃用に設計され超低振動を構想するものだった。1944年、類似のマーク28魚雷がアメリカ潜水艦の作戦に投入された。しかしながら、こうした魚雷はもし対戦兵器として作られるならば、 方位同様に目標の深度を突き止める能力が必要であり、航空機投下用として寸法と重量にも限度が課された。さらに、空中投下により、水中への突入時に生じる衝撃荷重にも耐える必要があった。マーク24機雷、内部構造図1941年の秋、アメリカ海軍は空中投下式の対戦魚雷の研究を開始した。 公式の使用に基づき、ハーバード大学水中音響研究所、ベルテレフォンラボは1941年12月に開発を始めた。これらの研究は後に、オフィス・オブ・サイエンティフィック・リサーチ・デベロップメント、プロジェクト61となった。ベル研究所とハスルは、両者の間で完全な情報交換を行いつつ、魚雷の並行開発を進めた。ウェスタン・エレクトリックは、 軽量で対衝撃能力のある鉛蓄電池を開発した。この電池の性能は 48V を発揮し、15分間に渡り 110A を維持した。ゼネラルエレクトリックは推進用、ソーダ用モーターの設計と組み立てを行い、また、濃度型音響追尾システムを研究した。デイビッド・テーラー試験水槽では流体力学と推進について助力した。誘導システムは、 魚雷の中央付近に位置する4機の超音装置から構成される。これらは真空管を用いた音響処理アレイに接続している。ベル研究所では比例制御操打システムを、ハスルは比例制御を用いない操打システムを提示し、1942年7月にデモンストレーションが行われた。既存のマーク13魚雷のボディが供給され、胴部を短縮し、直径を減らし、 重量を軽くする改造が施された。また作薬を入れるための半球状の頭部が設計され、さらに塩水型のビブには4枚の安定翼と、舵、シングルプロペラが取り付けられた。こうした改造の結果、比較的短くて太っちょな魚雷を生み出すこととなった。1942年6月、未だこの計画には空中投下実験を含む、 主な試験作業が残っていたものの、アメリカ海軍はこの魚雷の量産に入るよう決定を下した。量産に際し、ベル研究所の比例制御ホーミング方式を搭載した誘導システムが選ばれた。1942年12月中に、量産前の試作魚雷の実験が繰り返され、1943年3月、アメリカ海軍は最初の量産型魚雷を受領した。 当初1万発の魚雷が発注されたが、ファイドの高効率が実証され、発注は4000発に減らされた。この魚雷の最終的な費用は1発あたり1800ドルであった。水中突入後、ファイドは、振り子と水量指示計を組み合わせた制御システムで振動を自動的に制御し、指定の振動で炎上に捜索を行い始める。これは存在するかもしれない目標からの24。 KHZ の音響信号が水中超音機によって敷地レベルを超えて検知されるまで続く。探知時点でソーダは受動型の音響探知による比例制御追尾システムに移行する。当初、この魚雷は震度約15メートルで目標の捜索を行うよう調停されていたが、後に約45メートルに変更された。この魚雷が意図せず、 水上艦艇を攻撃するのを防ぐため、もし魚雷が震度12メートル以上に浮かび上がった際には、炎上の捜索を行い続ける。この魚雷の比較的低めの速度は秘密として守られ、続けた。なぜなら、先行時の U ボートはこの魚雷から逃げ去ることはできない。ものの、彼らが水上に浮き上がれば逃げ出せたからである。 1943年5月14日、アメリカ海軍所属のカタリナ飛行艇が U ボートを攻撃、破壊した。これは U-657 もしくは U-640 のどちらかである。5月13日、イギリス空軍の沿岸部隊所属の B-24 リベレーター、B-86 機がファイドを用いて U ボートを攻撃。 ただしこの U-456 艦は損傷を受けたに止まり沈没は数日後となった。これらの艦艇の中の一隻がファイドを用いて撃沈した最初の U ボートということになる。投入実績の中でこの魚雷は総計37隻の潜水艦を沈め22%の効率を達成した。比較して爆雷はおよそ9%である。 US Navy X Study No. 289-12オーガス t 1946が示すマーク24嫌いの有効性に関連したデータ潜水艦から水上艦艇に対して用いるためマーク27音響魚雷が開発された。これは太平洋の戦域で1944年夏から投入されている。カーター・エル・ベネット少佐率いるアセス c オールは マーク27音響魚雷を使用して初の戦果を達成しており、11月に公開で日本の警備官邸を損傷させている。ありがとうございます。